僕は、海が見たくなりましたは、日本の脚本家、山下国明による小説で、自閉症の青年を主人公とした日本初の作品である。武道者より2002年10月1日に観光した。自閉症の青年と少し人生行き詰まり気味の看護学生が偶然から海へ向かうたびに出てしまい、そこで様々な人々と巡り合う、ハートウォーミングな人間ドラマである。 自閉症という名前だけが一人歩きし始めている。昨今、実際の症状や接し方等ほとんど知られていない。障害に焦点を当て、一人の自閉症の青年を取り巻く、人々の人生や心の成長を時にユーモラスに、時に厳しくそして温かく描き出した終作と言える。角倉あすみは、看護学校に通う女子学生。 彼女は学校の研修で起きた出来事によって学校を退学しようと悩んでいた。そんなアスミが一人でドライブに出た。辛かったり悲しかったりした時にいつも行く場所がある。そのマンションの頂上で少し年下の同級生で白血病で亡くなった北島和也に似ている彼と出会った。ドライブ行かない海とかアスミは順一をドライブに誘ってみた。 じ一を助手席に乗せ、三浦半島へと向かう。しかしちっとも楽しくなかった。じ一は、名前も教えてくれないのだ。一言も口を聞いてくれないどころか、車のダッシュボードを叩くしかなかった。こんなことなら一人の方がよかったのだ。海岸沿いの駐車場で休憩していると老夫婦が声をかけてきた。三浦半島の最南端である城ヶ島まで乗せて欲しいと言った。 二人でいるより四人の方が気楽になれそうだ。こうして四人の一泊二日の旅が始まった。そこで休みは少しずつ分かってきた。自閉症という障害が分かってきた。果たして、純一に隠された本当の秘密とは、原作における設定を記述。2009年8月22日に順次公開された、大塚千尋主演の日本映画。キャッチコピーは、 自閉症の青年が教えてくれた大切なこと。心が少し優しくなれる感動のストーリー。発売元、販売元はコロムビアミュージックエンタテインメント。ありがとうございます。